チャコペッカリーはペッカリー下、チャコペッカリー属に分類されるグーテー類。本種のみでチャコペッカリー属を形成する。アルゼンチン北部パラグアイ、ボリビア体長92から117センチメートル。おな2.5から10センチメートル。肩高50から70センチメートル。体重30から43キログラム。全身は肺褐色の体毛で覆われる。 口の周辺や喉、頸部は白い体毛で覆われる。頭部は大型で、鼻面は長い。目は頭部のやや後方にある。歯棺が発達する。幼獣は高褐色や黒い体毛で覆われ、頸部は高褐色の体毛で覆われるが、不明瞭。本種は化石種として記載されたが、1974年に生態が発見された。グランチャコにある 有極植物からなる乾燥林や素林などに生息する。中高生だが、下記には夜行性の傾向が強くなる。血縁関係のある個体からなる3から5頭、多くても10頭ほどの小規模な群れを形成し、生活するが単独で生活する個体もいる。移動の際には先頭になった個体の跡を追って一列で移動する。植生は植物食で主に多肉植物を食べるが、 地下系なども食べる。繁殖形態は耐性。1回に1から4頭の幼獣を生む。生息地では食用とされることもあった。開発や放牧による生息地の破壊、食用としての狩猟などにより生息数は激減している。ありがとうございます。